どうも、テラマスです。ケルデコが楽しみすぎる。12月にスプラのアップデートが来るんですけど、そろそろケルビン来ると思うんですよ。ケルビンデコだから今ケルビンのモチベーションがめちゃくちゃ高くて、ケルデコに備えてもうちょっとケルビン上手くなろうかなみたいな。だから最近結構 X マッチやってて、おお、すごい最強の初動きた。最近パワー2950から3000あたりをうろうろしてる感じ。危ない。よし、これほぼ絶破無駄にさせたのでかい。今日はひたすら X マッチをガチでやっていく。ケルデコに備えて。ケルデコトラップ絶破とか炭酸とかつくのかな。最近毎日ケルデコのサブステを予想しながら寝てる。寿命、これは寿命。こちらの編成ちょっと塗り弱いから、俺とローラーで前荒らしきらないと多分勝てないんだよな。編成的に後ろで引いて塗り合いしてると相手のが塗りとか守りが強い編成だから、俺とローラーで前を荒らしまくりたい。今惜しい、今見てないふりみたいなしてたんだけど、ナイスナイスカバー、オッケー。今の若葉カバー来てくれたのマジ助かる。一回取りたいな。こういう時はスライドせずに太刀打ちでしっかり塗る。スライドするとインク消費しちゃうから、本当に塗りたいだけだったら太刀打ちで塗るのが強い。あとスライドすると、スライドした瞬間硬直あるから、そこ狙われちゃってやられたりもするから、塗りたい時とか絶対やられたくない時はシールド太刀打ちが強い。このナイス玉をうまく使いたい。ナイスリード、ナイスキル、ナイスキル。今俺がナイス玉投げてる間にローラーがキルしてくれたの。神連携すぎ。うわ、すまん。X やれれば勝ち確だったけど。まあ、でも、ボトラーやってるから、どうだ、いけるかな。いや、いける頑張れ、頑張れ、応援するか、応援するか、頑張れ、頑張れ。よし、ナイス、ナイス。すげえ、今の。エリアギリギリあったんだけど、みんなナイスすぎ。気合の勝利でしょう。ヤガラのガチエリア。ギア構成はこんな感じで、カムはメイングステじゃん。このギア構成、かなり使いやすい。ケルビンのギアいろいろ試してきたんですけど、やっぱカムバックがあると使いやすい。インクが切れないから、カムはなしでゾンビガン積みとかで突撃しまくるのも強かったりするけど、カムバックあるとエリア塗ったりとか立ち回りの自由度がちょっと広がるというか、とりあえずインク切れることが滅多になくなるから、とにかくカムバメイングのケルビン使いやすい。 OKエナッサついてると人速と加速速いから太刀打ちでじゃあ勝てるな。それやれそう。まあ持ってかれちゃったけど俺ゾンビだし、オッケーオッケー。味方カバーしてくれんの今のはね、分かってたから。ナイスキル、ノックアウトしたい。このままタイトル、いやーもう待って、やばい。ウルゾーンめちゃくちゃ狙われてる。しかもギリギリエナドリ飲めなかった。よし、ナイス玉溜まる。カムバックあるとナイス玉溜まるまでほんと早い。オッケーオッケー。今もうほぼデスするの確定してたけど、1枚持ってきたのでかい。これ飛ぶか。ダイヤモが奥で注目集めてくれてるから、ジャンプそんな見られなそう。やばすぎだろ。マジか。これエリア取られたやつ。てかすげえな、これ。3個キルログ出てて、相手の画面が映ってるっていう、すごくない？そんなことなくない？ 3 個キルログ出てて、相手映ってるっていう。
今すごい貴重な映像だった。 OK。 やばい、この試合破壊してる。やっぱケルビン神武器だわ。このワンジャン力最高すぎる。やばい、ウルトラショット撃たれてみたっていう動画出せるレベルでウルショ撃たれてるんだけど、この試合マジサンドバッグにされてない。相手ウルショ2枚だからやばい。でも相当噛み合ってるやられ方多いから、ずっとこれ続かないと思うから、どっかでウルショうまくかわせればこの試合勝てそう。絶対、まあそれ絶対戻ると思ったけどやれなかった。やば、あぶねー。こんだけど、ここもやばそう。わー、そっちか、ごめん、職場しか見えてなかった。これちょっと打開きついんだよな、こっちの編成。あ、でもでかい、味方もキルがでかすぎる。やべやべやばいやばい、怖すぎる。ウルショトラウマレベルなんだけど、ほんと怖い。あー、めっちゃ見てるな。リードはされちゃったけど、エリアは取れそう。カウントも近いし、ここ頑張りたい。 OK、 ナイスワイプアウト。これもう来たんじゃないか、俺たちの時代が。これ敵陣入ってもう時間稼ぎまくれば。この味方後ろめっちゃ守ってくれてるから、守り任せて俺前でひたすら時間稼ぐわ。天秤防止、これ降りないけど降りるかもよっていうオーラを出して相手に圧をかける。これだけしとけば味方安全に塗れるから。ナイス。前半はウルショにボッコボコにされてたけど、対応の方はいい感じに頑張れた。味方めっちゃ生存してくれてんの、ナイスだったな。超動きやすかった。おひょうの勝ちエリア。おひょうカイオン結構プレイしたんですけど、このステージケルビンそんなに強くないかもしれない。微妙かも。最初は強いと思ってたんですけど、塗り合いが多いことに気づきました。このステージエリア塗り合うことが多いんだよね、敵と。だから塗り合いってなるとケルビン塗りの弱さが目立っちゃうから、まあ味方に塗りが強い武器とかいたら塗り任せて上とか取りに行くの強いから、まあ強いところもあるんだけど、味方に塗り武器がいないと本当にエリア取れなさすぎてきつくなるから、まあ総合的に見たら微妙かなみたいな。まあでもこの編成だったらエクストス氏がいるからだいぶ強いかも。ケルビン味方に塗り武器がいたら本当に強い。いないか、こっちか。エクスやれそう。オッケー。いや強いね、普通に。ここのステージケルビン片目はめっちゃ強い。平面意外と多いから、よし、これいけんじゃないか。ノックアウト、あとは正面を抑えれば。ナイスくる、ナイス3個、ナイス3個、勝ったっしょこれは。うわ、マジか、ごめん。今なんか味方もハンコ使ってたから、勝ったウェイみたいな、ちょっと、ノリで油断したかもしれん。ごめん。あの、3までいけたし、これ、ノックアウトマジで、しよう、ここで。危ねえ。ナイス様たまんないから、キル狙いたいな。OK。うわ、惜しい。結構削れてる。やばい、インクが。うわ、目の前でエリアが取られた。めちゃくちゃムズムズするそれ。まあ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 、3はでかい。まずこのステージエリアしっかり見てないと、さっきみたいに泥棒されるな。なんかよくあるのが、みんなで上取ってて、
下誰も見てなくて相手にエリア塗られちゃうみたいな。このステージ上も下も両方取るの大事だからそこが難しい。うまいこと上と下で分かれればいいんだけどうまくいかないんだよな意外と。あ、持ってけないか。味方のジャンプバレてなさそう。これ味方前で頑張ってくれてるから今のうちにパパッとエリアまで行っちゃおう。うわ、マジか、その真下全部か。えぐい。OK、でも下がってるからもう手前いない。ナイスキル。ナイス。やばい、味方のドライブ覚醒してる。強すぎでしょ。めっちゃ頑張ってくれてる。ここでノックアウトしよう。さっきからね、ギリギリでエリア取られちゃってるから。ラクトにマジで気をつけよう。こっそりエリア塗ってくるから。ナイス。これはさすがに勝ったか。よしよしよし。ナイス。墓標難しいけど、楽しいな、見るとこが多くて。マテガイのガチョコバトル。ガチョコケルビン使うの、めっちゃ久しぶりな気がする。最近はエリアばっかりやってたから。で、ギア構成ちょっと変えてきて、ここだったらカムバックそんないらないと思うんだよね。ガチョコってスペシャルしっかり使うっていうよりかは、打ち合いとか激しいから、まあ、だったらゾンビ 2.3 積んで、ガンガン行った方が強いかなと思って。ゾンビで矛持つ動きとかも、結構強いからね。これ絶対右のどっか、潜伏してると思う。やっぱいるよね。危なー今の危なすぎ。そんなところで潜伏してたのか。エイムでゴリ押ししちゃった。オッケーオッケー。だよね。まあ、いると思った。いなくなってたもん。あとスパッタリだけだ。わあ、すまん。守れなかった。ここは任せてくれ。あー、気持ちいい。相手、ウルチョ3枚か。待って、えぐい。ガチョコのウルチョはえぐい。マジで強い。このスペシャル。あ、ごめん。うわ、ギリギリで。ここ守れないな、さっきから。惜しい。とナイス玉溜まるから。ここはあんまり前出ずに、溜めちゃうわ。ナイス玉今の環境、そんな強くはないと言われてるけど、溜めて損はない。使いやすさはナンバーワンだと、思ってる、ナイス玉。投げるだけだから。あ、うるしょか。いや、でかい。いや、ナイスナイス。味方、めっちゃ進めてくれた。25って、ちょっと歩けてるからでかいわ。30とかだと心もとないけど、25だいぶ、でかい。ほら、味方2人やられてるから、ちょっと生存気味で動きたい。味方が復帰するまで、中央を適当に維持しとこう。ガチョコマジで、3落ちとかしなかったら、一生攻められないからな、相手。これとかね、俺が生きただけで相手、またここできる必要になってるから。ガチョコ味方と同時にやられないようにするのが、本当に大事だ。あと一発。倒して。相手カウントまだ1も進んでないのか。僕なんとなく、いるような気がした。こしたらマジでこっち押せ押せだな。いないか。今、味方の音を敵だと一瞬思っちゃった。ウルシュ溜まってんな。よし、ウルシュ、止めた。まず、この試合、味方が前に行ってくれてるから、俺前出なくても、後ろでシールドスライドで維持してるだけで、勝てるかも。
いや、この武器楽しすぎる。ケルビンってさ、前行こうと思ったら全然行けるし、硬い動きも、普通にできるから、それいいよね。いや、なんか、べっちょり塗られてたんだけど、動けなくなった。で、これ構えてるだけで相手、前出れない。これ相手相当うざいでしょ。うわ。まあでもね、ゾンビつけてるから。おしゃい、全然デスしてないな。ゾンビ 2.3 もつけてるのに。あーごめん、今シールド貼らずに、スライドでもよかったかもな。相手にバレてなかったから。はい、強すぎ。なんか、逃げろ入ってる。谷で味方、キルしてくれたのかな。で、最強の矛持ち。これやられたとしても、ゾンビ発動するから、ゾンビ発動状態で矛持つの、超気持ちいいから。これもしやられても復活鬼早い。 2.3 やばい。ゾンビつけてるとはいえやられたくはない。あ、ここで一生ここをホコマンでいいんじゃねえか。ガチホコマンでいけそう。やばい、楽しい、楽しいんだけど。ホコやばい、久々にやるガチホコ楽しい。うわ、強い強い、ガチホコちょっとやばいやばい。あー、でもこれ止まれ止まれ。あ、よしよし。ちょっと冷静になったわ。あそこで潜伏すれば当たらない。ナイス。いや、この試合、めちゃめちゃだったな。ホコ持ったり、めっちゃ維持したり、楽しかった。という感じでね、今日ケルビン使ってたわけなんですけど、12月が楽しみだ。新しいケルビンがね、来ると思うんで、でも、マニューバコラボもまだ出てないから、マニューバ先に来るんじゃないかみたいな、ちょっと怖いけど、でもケルビンも来る可能性は全然ある。めっちゃ今声高くなったけど、もうそれぐらい楽しみと、ケルビン絶対来るでしょうと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。ではね、次回の動画で会いましょう。またね。